こんにちは、プロトです。突然ですが、あなたは2045年問題というのをご存知でしょうか？2045年、この年に一体何が起きるのかっていうと、人工知能が人類の知能指数を上回る年だと言われています。で、人類の知能指数を上回るとどういったことが起きるのかっていうと、これは人類が労働から解放される、そういった世界が訪れるって言われてます。そう、今ね、一生懸命頑張ってお仕事に行って働いている人も、すべてね、こう、労働から解放されるんですよ。そういう未来が、2、30年後ぐらい訪れるんですけども、もう本当にね、世の中にあるお仕事の 99% ぐらいは、AI に、人工知能、AI ですね。AI に全て置き換わっていくっていう風に言われています。現在を見渡してみても、そうですね。一昔前までは、電車の駅の改札口なんかも、駅員さんが一人一人切符を、ね、切っていたんですが、今では自動改札機なるものが登場して、自動でこうすり抜けていけれるようになってますよね。今ではもう切符すらなんか電子のものに変わって、ピッとね、通り抜けれるようになっていたり、あと、うちの近所ではスーパーがどんどんと無人化されていってます。レジが無人化されていってます。で、アメリカの方ではもうすでにコンビニの無人化なんかもちょっとね、試験的に行われていたりするし、あと、そうだな、自動運転か。今流行りの自動運転なんかも、どんどんと、テストがね行われています。そうなってくると将来的には、タクシーの運転手なんかいなくなりますし、バスの運転手もいなくなっていくでしょう。そのように人々の労働のほとんどっていうものが AI にすり替わっていきます。そうだな、俺が言ってる仕事場もコンピューター管理が進んでいて、管理職の仕事がどんどんと奪われていってるんじゃないかなと思います。管理系っていうのはコンピューターの得意分野だと思うので、そういったところからどんどんと職がね、なくなっていく。そんな恐ろしい世の中になってきているわけですが、最終的には人類皆労働から解放されていくっていう感じですね。徐々に進行していくから、ちょっとね、リストラとかね、そういった恐ろしいことにもなってきたりしているわけですけど、それといってこのドラゴンクエストが何の関係があるのかというわけなんですが、今回すごく関係があることなんですよ、実は。この AI の普及っていうものは人類の職を奪っていってるわけなんですが、それがね、まさしく今起きていて、最新のコンテンツにそこにもろに反映されています。そう、最新のコンテンツっていうのは聖守護者の当選記です。あのハイエンドバトルにすらも AI の力があればもっと余裕になっていくっていうね、人間、中身入りの人間の職業は全て雑多されていくんではないかなっていうのがね、ちょっと見えてきています。ではそれを実際にご覧になってみてください。それではどうぞ。基本的には僧侶は、天使と聖女優先ね、天使聖女優先して、あとはこの AI たちに任せる。死にかけとる。で、シャドウウィスパー食らうし、せっかくやったものが全部消える。攻めていきます。足がブーム、なんで食らうんや。シャドウビスタ解放しておきます。で、念のために浸透滅却を入れておく。間に死んでしまうともったいないかな。で、天地雷鳴詞は攻めていく。
聖女が入ってたら一発で死ぬことはないから、できるだけ聖女巻いていきましょう。でも天使を優先してください。できるだけ粘った方がやっぱり余裕があるからね。一発をしていく。ガンガン攻めましょう。あ、そろそろカカロンやった。カカロンを呼びます。回復をして、耐えれたら、耐えれただけラッキー。ひゃ、接客しておけばね、一発死を逃れれるからね。ガンガン攻めて、痛い。ジパルンガシールドブーメラン。しかし AI たちはその距離を把握してるからね、うまく避けてくれるんですよね。食らわない位置で、しかもギリギリカツカツの単位でね、避けていくという。で、早め早めに MP の補給もしていきましょう。ゲレゲレの回復で、敵が来てるから浸透滅却処方ブレスだったら耐えれる。 OK で解放、解放はもうリキャストごとにやっていけばいいんじゃないかなという感じ。死んどる。痛い。でも聖女が入っていれば比較的耐えれる。やべ、カカロン、カカロン、あ、カカロンがやばいやばい。カカロンがいないとこの戦闘は一気に崩れるから、蘇生を優先しましょう。やばい感じなので世界中大丈夫だった。マグマを入れていきます。効率気はもしあない、怯えがあったらいいんやけど、そこまで揃えるとはな、なかなか難しいからね。ドン、シールドブーメランが来ている。ゲレゲレは避けていく。あー、なんたらは、まあ、観光殺法が来ます。さあ、やばい、殺された。大丈夫、サブたちはギリギリのところを避けていくから。で、遠征の迷惑。解放で、強い特技を連発していく。で、基本はメイド風魔。このメイド風魔いくら与えることができるかっていうのも大事やね。雷だけよりはね、さらに削っていくというスタイルで。さあ、ここからジャンプ警戒しましょう。レギルラッツがジャンプ攻撃あるので
ジャンプ攻撃というか。やばい、カカロンがいない。ホッピンはやってもやらなくてもいい感じやね。ブーメラン、ブーメラン、うわ、いけつか波動。そっちも行った天使のジャンプ。なんやこれ、引っかかっとる。よいしょ、アイギスをします。ジャンプに注意。あ、ジャンプ。削っていく。はい、ドン。剣魔解放しましょう。ほい、レイアック使いましょう。エルフでもいいんやけどね。ケチっていきます。ケチっていける余裕があるとね。ただペッ、あ、ジャンプジャンプ。契約を巻きます。何してる。あ、ジャンプゲレゲレ以外はジャンプしとけば。おお、クルイザー行った。ありがとうございます。そしてカカロン呼び出したね。カカロン呼び出したからちょっと、カカロン、カカロン、あ、ジャンプ。あー、死んだ。くっそ、なんという狙い。今一回いらしてもらってる。やばい、カカロン、カカロン、カカロンを何としても呼び出さないと。これ来た、やばいやばい、早く出ろあー、絶対レード凍るな。死んだな。ジージが、ジージが来てくれてるけど。オッケーオッケー、流星いってる、流星気をつけましょう。まあでも間に合ったやろ。解放しときます。で、ジージの MP は夏木、ジージの、ちょっと待って、殺される。ジージの MP を俺が回復します。あーっと、終わったようです、ローガストが。だからちょっと余裕があるから今のうちに回復を入れます。はい、でからの、ここからちょっとタイギス入れておいて、なんかしてるぞあれ、気をつけましょう。ウィスパー、まあ、ここからはちょっと壁意識でも大丈夫やと思うけど、要はこいつに雷しかもうしなくなるから。さあ、赤くなりました。せやな、そろそろブーメラン、ちょっと霊薬をいっぱい使うね。2回ぐらい使ってる。で、冥道風魔、この敵ね、2匹とも土に弱いっていう特性があって、土属性でね、ガンガン攻めていけるというのがね、これ天地雷鳴のかなり 強みかもしれない。カカロン再呼び出しました。からの解放しておきましょう。ほい、さあ、シールドブーメラン攻めます。
おっと、歯が出る。魔漢交差法。それでからの俺、俺。ああ、凍てつく波動。これはうざい。浸透滅却。で、迷道風魔。ブーメランはね、あれやね、ラッキー行動。シャドウエスパーク。ちょっと MP がやばいか。ゲレゲレにちょっと飲ませます。ジージブをちょっと飲ました方がいいかな。生きてる間、あ、やばい、ブーメラン俺食らうな、これ。あぶね、耐えた耐えた。ひどい話や。狂い咲いてる。あーでもゲレゲレやられていく。あ、倒しました。はい、ということで、この AI に頼った戦闘ね、討伐タイム12分20秒という感じで倒すことができました。はい、もうね、中身人間は2人だけ、 AI が3人っていうね、3匹っていうね、いう感じで、ここの場面でちょっとカカオさんはいないんですが、まあ、そんな感じで倒しましたよと。今日は1なので1個ですね。メダルですね。キエさんメダルや。どういうことや。しかも3枚。まあそんな感じで、何この、キメラキラーパンサーね。蒼天のキメラと、蒼天とキメラとキラーパンサーで、意外と余裕に倒せるぜっていう感じです。はい、それではいかがだったでしょうか。 AI に職を奪われる、これ現在でも起きてきている、まあ、深刻な問題の一つでもあるんじゃないかなと俺は思います。ゲームの中でさえ AI に全て奪われていくっていうね、もう人間よりも優秀なんだぞと。で、AI が、人間の職を奪って、どんどんと俺たちは働かなくていいっていう世界が訪れるっていうのはね、これはね、現実でも起きてくるんじゃないかなと思います。まあ、これをね、信じるか信じないかはあなた次第です。ということで、ここで終了しようと思います。まあ、蒼天の当選記、いかがだったでしょうか。よかったら、チャンネル登録などなどよろしくお願いいたします。あと動画の評価なんかもね、お願いします。それでは、またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。